シーソーリフトの砂漠。シーソーゲームって感じだね、これ。もっと多分ね、滅びの歌を歌いそうになったわ。なんかね、この前もパフュームの歌歌ったらもう、さらにどんどん、日を増すごとに、滅びの歌の破壊力が上がっていってるって言われたんだよね。どうした、マリオ。邪魔すぎる。いや、これ危ない。マジで。うわぁフリーズフラームキャッスル。あれだね、氷のお城か。てか、なんか、お城のコースってさ、マグマだけじゃなくて、氷の世界のお城もあればいいのにね、追加すればいいのにね、そういう、背景追加してくれるだけでもだいぶ、楽になるんだけど、楽にはならんか。マリオ、お前それ取ったら、あれじゃない氷が溶けちゃう。いや、くっそ。マリオの進化時間で抜かしていこうと思ったんだけど、壁キックでこれ上切る。よし!イエーイ!はははは。見た今のめちゃうまくないクッパの跳ね返りも利用して、加速してマリオより先にゴールを触るっていう。完璧すぎるだろう。マルチプレイヤー VS 戦勝記念バトル。俺何勝してんだろうな。自分の何回勝ってるとか結構見れるんかな。俺発売されてからもう2年ぐらい経つけど、もうひたすらみんなでバトルやってっからな。戦勝どころじゃなくてもう、1万勝は言ってそうだよね。ちょ、ふざけ、おぉ、おいおいおい、やばいやばいやばい、跳ね返されたんだけど。罰が当たったな、今な。これどういう仕組みこれ。あ、上に発射されるから、次だね、次でスタートだよ。今回マリオね。自分のキャラを自分で復唱しとかないと、やっぱり、わかんなくなっちゃうから、集中しろ、集中しろ、マリオな。あ、そういう登る系のコースだね、これね。これは結構得意よ。こういう冷静プレイがやっぱ、光るコースっていうのは、やはり、俺のお箱な、ところが、あるからね、こうやって登っていく。ちょ、一瞬ね、どう攻略すればいいか分かんなかったけど。何これ?は?いや、待て。これさ、超むずいぞ。こういうことか。いや、ミスったね。マジミスった。また落ち着け。こうだね、こう。で、こうやっていっといて、で、青キノコに圧力をしっかりと、かけていかなきゃいけないと。あいつ結構上手いんだよね。追いつけるかどうかわかんねえ。ただ追いついたぞ、これ。あるぞ、あるぞ。青きのこ一回だけ見せれば。一回見せればあれ、これ。登っていけ。いや、いいね。抜いたぞ、これ。焦れ。俺が焦りそう、今回。はい。よえーよし。あぶねえ、焦ったねえ、もう怒涛の追い上げで抜かしていく。You win! ナイス、俺の勝ちってことだね。あなたの勝ち。ザ、ナウ、な、なんちゃら4、プレイ、センキューみたいな。センキュー4プレイングかな?あ、ルイージの顔になってる。みんなでやり直しませんか?押してんだけど。イェーイ!あれは?メスキノコは?あ、いるね。これもしかしてさ、あれじゃない?叩いたらいい感じになるんじゃないの?叩いたら、落とせるみたいな感じでしょ。いや、こいつら蹴落とすか。蹴落とすしかねえよな。頑張りましょう、つって。何これ。あ、結局これ蹴落とせないようになってるんだ。じゃあ P スイッチ押せる意味ないじゃん、これ。ありがとうって言ってる。結局これ押さなきゃいけないんじゃん、これ。そうだよね。もうなんなん、マジで。俺一人でゴールしようと思ったのに。ショート、ベスレス。そんな感じが書いてあった。もう S が、ちっちゃい S がたくさんあってもなんかもうあれだね。ちょい S みたいな。どっちかっつうとちょい S かなみたいな。そういうやつと同じ匂いを感じた俺は。ゴーいい感じ。ピッ、ポチ。ナイス。絶対こっちでしょ。矢印、おーみんな別ルートだ今回。一緒じゃん。結局みんな一緒なんだよね、あれ。はい。これむずいのかさ。こうか。これでいいか。ナイス。いい感じにいけてるよ今回俺。いけてる系キノコなんで。どっちかっつうと、キノコじゃないんだよね。はい、完璧に。登り散らかしていく。いや、キノコ出るん。いや、もう最悪すぎよ。お前、ふざけんなよ、マジでさ。ねえ、キノコが出ないんだけど、出た。キノコ前提のコースかよ。もうちょっと早く湧いてくれたらめちゃくちゃ楽だったんだけどね。湧かないんだったらしゃあねえ。猫か、次。ちょ、猫来い、猫来い。ドロップで。よし、取ったよ。こっから追いつけないとな。ドア入りやがったな、いつも。くっそ。せっかくなかなかいい感じに1位いってたのに、こんな負け方したくないよ、俺は。ワンチャンボスがいる、ワンチャンボス。ワンチャンボスいるでしょ。待って、マリオ待って。
おいおいルイージ、もうVS レースインザスカイ、レースインザスカイ俺なんかねやったことある気がする。でもななんかねみんなさ、みんななんかタイトルにねインザスカイ入れがち。インザスカイっていう言葉めちゃくちゃいいもんな。なんか口が気持ちいい、この発音した後に。なんか外国の曲とかね、洋楽とかインザスカイ割と入れがちだじゃない、入れがちじゃない、これ。これあるよねこういうところ。いやこれさ、誰か引っこ抜きたかった。どうしたルイージお前、動きがそんな、お前女のケツ追いかけてお前どうすんだよマジで。やべえあいつ変態だ、女のケツ追いかけてる。ちょ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 、ラグいぞラグいぞマジで。おいおいちょラグラグちょマジでさ、おい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 、これしんどいてマジで。ちょちょ待って、おつけこうだね、こう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 、これがベストだね。でくるんってやっておきながら、あの下に行ってまたここに入っていく。どうこのおつけプレイ、これ目つきでこれブチ切れだろうな、ルイージに。変態、変態親父だからあいつ。女のケツ追いかけて同じレーンに入ってったから。ダメ、しょうもね。動き怪しかったけど、でも引っこ抜けたよな。でもなあの、あそこのスタートして、いや誰かを引っこ抜いて誰かと一緒のところにぶち込むのがやっぱりね、マジで気持ちいいんだよなこのゲーム。このゲームルールなんてねえからな、やっぱりカオスなのがいいところ、いいところでもあるからね。頑張っていこうぜ。これ意味ないよな。あー、そこで抜かされそう俺。まずい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 、そこで抜かされそう。まずはここに乗っておいて、ちょい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 、お前マジで変なラグ、ほんとやめろ。本当にこのラグ嫌だな。急に来るラグをマジでしんどいんだよな。変な壁キックやってないのに出たりするからね、許せねえよ。あと入力入んなかったりね、入力入んなかったりがしんどいね。てかこのコース単純作業の連続で割とちょっとしんどいぞ。しんどい、ラグと相まってすっごいイライラする。制作者に悪いかそれは。エボリューションオブマリオゲームズ、エボリューションの意味が俺には分からんぞ。なんだエボリューションって、エボリューションっていうやつがいたよね確かね。あれだ、まだ助かる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 、マダガスカルの人だ俺絶対。そうでしょ、あエボリューションだ。あーあれかこれ、ドンキーコングを倒すやつか。いやまずいまずい、エボリューションが来てる。とってもベリーベリーエボリューション、エボリューションどうやって避ける、エボリューション2人でエボリューション避けるぞこれ。あ、鍵しかもお前に鍵なんか、想像してないやつのところに鍵が来たんだけど、おいびっくりだろこんな。あいこんな制作者もびっくりよ。エボリューション、これがエボリューションコース。待てこれどうすんだ、誰が鍵持ってんだ。ちょっと待てちょっと待て、あピンクコインやんじゃん。いや違うわ、もっと上かこれ。ああどういうことこれ。どういうことなんこれ、どうすればいいの俺は、どうすればいいのこれ。よしこれでマリオ。ルイージをしっかりとしばき倒しといて行こうぜ。なんか俺のスキンと同じ似てるようなやつおらんかったっけ。いやまだあるまだあるまだある、これはあれだね、マリオの歴史をたどっていってるんだ。最初にマリオが出たのって確かにドンキーコングだもんね。そうだよね。でドンキーコングが終わったら1990年代を楽しめるコース来たね。マリオ2なのかな、わかんないけど。そういうコースかこれ。なんかやったことあるようなないような気もするしね。正直、わからないんだけど。さあ、上からこれは行こうぜ。上から、上から、上から。いや、もう最悪下から行った方が早かったじゃん。ただ、まだある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 ぞ。こっから抜いていけ。どういうコースかは知らんけどな。こっからまだあると俺は信じてる。まだ難しいコース、来いよ。現代のマリオは、難しいから、もうみんなが作るから。あ、これは来たな。これは後ろから抜いていけるぞ、これはみんな。これを後ろから抜いていけるぞ。うまいことやれば。うまいことやれば抜いていける。しっかりと後ろから狙え。狙え、狙え、狙え。ほわっ狙え、狙え。ちょっと待て。おつけ。こいつやるな。来た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 。よっしゃ頭がせイエーイレミーズファイヤートラップ。炎の、レミーの炎の罠か、これ。いや、炎の罠にとりあえず、こいつら全員、ぶち込むわ。ぶち込むわ、こいつら全員。ぶち込まないとね、やっぱ気が済まないからね、やっぱり。これどうすんの、どうやってスタートすんの、上になんかあるんじゃないこれ。ねえ。なんかあるよね、絶対上に。スイッチが来るまで待たなきゃいけないみたいな。でも、青木の子帰ってきたってことは何も、何もな、あ、はい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 。そういうことで、ね、ミサイルに穴開けなきゃいけないみたいな。で、次はミサイルを、持ってくるみたいな感じか。大変だな、おい、このコース。頼む、ミサイル。
ミサイル。こっち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 。もう、もう、邪魔してんじゃねえよ。さあ、今いい感じ。めっちゃいい感じ、今。いいね、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 いいね。あ、最高、いい感じ、いい感じ。いいね。物分かりが、よろしいことで。よし、取っておいて。取る前に行っちゃったらね、ダメだからね。またミサイルだ、これ。またミサイルだ、これ。またミサイルだな。こうでしょ。え？爆発と一緒にか、これ。なるほど。爆発まで、いろいろ待たなきゃいけない。ナイス、ナイス。ナイス旋回。お前、踏むんじゃねえよ、マジで。踏むな、踏むな。で、こっちや、こっち。爆発まで待たなきゃいけないのに。うわー、さっきのめっちゃチャンスだったのに。ピカピカしてたのに。こっち、こっち、こっち、こっち。うわ、これみんなでやるとクソ大変やぞ、これ。向こうに行かなきゃいけないんだけどね、こっちで。こっちで耐え、こっちで多分こっちで耐えなきゃいけない、これ。そうだよね。こっちで耐える。こっちで耐える。ちょ、早く来いってまして。本当にさー、本当に。あ、でも今いい、それいい感じだね、それ。踏むなよ、踏むなよ。踏むなよ。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。とりあえずメスキノコをしっかりと。じゃあな。終わりそう、もうこれ。多分レミーがいるんでしょ、レミーが。レミー倒さんとな、お話にならんよな。ちょっとお前、どんなとこに、どんなとこでスタンバってんだよ、お前。いや、待て。待て、でも追いつけるぞ。全然ある、全然ある、全然ある。全然あるぞ、これは。俺が、行った瞬間に、ちょうどよく3回目ぐらいじゃない、これ。うわ、早い、ちょっと、ちょっと早いよ、ちょっと早いよ。柿の奪い合いしたい。なんでお前死んでんだよ。耐えろ、もっと男だろ。あー、ちょっと待って、戻っちゃったよ。このドアは聞いてないよ、俺。天国に行ってまた戻ってきた。まさしくお盆、甲羅だけどね。お前、どういうこと？一回死んでまた戻ってきたのね。成仏して、ちゃんとね。未練タラタラじゃない、このように。とりあえず成仏してね。はい、はい、はい、はい。こういうことね。あ、これいけたわ。おい、甲羅邪魔！ね、誰ここに甲羅置いてず。イエーイ！うますぎー。水中からこんにちは。ミニシング、ミニゲームズハッピーバースデーなんちゃらかんちゃらか。お誕生日おめでとうみたいな。ありがとう。今日誕生日じゃねえけどな。もう過ぎたけどな。なんて書いてある ?DOP。なんて書いてある？おっぱいってこと？つまり。AP。いや、わからん。なんて、切り替わりすぎて なんて書いてるかわからんぞ、これ。誰かにヒップドロップしたくない？これ。うおぉ！これくるくる言った方がいいな。くるくる、くるくる。くるくる、くるくる、くるくれラップって言った方がいいな。そんな。目つきとかも消えたよね。消えたよね。ああ、ちゃあ、もう避けたちょっと待って。ああ、無理あーとちょっとだったろ、これ。いや、マジかよ。むずすぎる、このコース。未だかつてない。山田コースって感じ。むずすぎる。だけど俺は右から行こう。右ルート行こう。右ルートを信じるぞ、俺は。左ルートの方が簡単な気もしてならないけどね。やっぱ右ルート。一回自分が、知ってるルートがいいよね。焦ってるあいつら。焦ってるあいつら。非常に焦ってる。ベリーベリー焦り。焦りベリーって感じ。そんな、アメリカ産のチェリーボーイみたいな。あーなんでそ、くそ避けろマリオ。ちょっとトゲに当たったぐらいだろお前。我慢しろお前。そんな、大げさなんでお前はよ。もうイライラするから大げさなやつマジで見てると。本当に。でもいるじゃんたまに。すごい大げさなやつ。本当に嫌い。本当に、もう大げさなやつの悪口みたいになってんじゃないか、お前、マリオのせいで。さあ、次は成功させようか。いや、まあ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 、いやよし、問題はこっからだよな。この上のとこ、クソ難しかったからよ。こう、微調整しながら進まなきゃいけない。だから、このくるくるしすぎると、なんかおかしなことになるんだよね。いや、俺、あとちょっとでさ、刺されたのか。いや、ルイージも言ってるよ、もしかして。いや、いい感じに俺たち言ったのか。ソーシャルディスタンスくんはね、多分心折れちゃったな、あいつ。一人ぼっちにされて。かわいそうに。君の意志は俺が継ぐよ。これもう鍵も、え、鍵も攻略してない？一番最初が一番難しい感じのコースだったんかな。いや、なんか、ヨッシーに食われてるけど。どうする？俺もヨッシーが欲しい。マジで俺もヨッシーが欲しい。ちょ、ヨッシーよこせ。食べて、吐く。食べて、吐く。食べて、吐く。え、なんか上切るけどね、みんな。あれこっちじゃないな。なんか行ける場所あるけど。何これ。え、ハッピーバースデーって書いてあるよ。え、俺もうゴールしちゃっていい感じこれ、もしかして。で、いや、待て、これさ、あれだわ。絶対ゴールあそこだわ、これ。ゴールそこだわ。絶対ここだろ、ゴール。
よっしゃ、うますぎ、この入り込みみたい、イエーイ。え、ゴールさせて、え、ゴールした、は、あ、ゴールしてるわゴールしてるかしてないかわかんねえのよ。